連日暑い日が続いてますけど、皆さん夏バテ気味じゃないですか。さあ、地元スタリポーターの佐木正宗です。さあ、今回のテーマは五感で癒される夏ということで、暑くてなんか食欲出ないなとか体の調子すっきりしないなという方におすすめのお店を紹介します。今回佐木さんがやってきたのは稲部地区の豊田市桑原町にある足湯カフェフローティール稲部。4月にオープンしたばかりのこちらのお店は、地元の食材にこだわったお料理や足湯が楽しめるカフェなんです。失礼します。今日よろしくお願いします。こんにちは、お願いします。すごいなんかおしゃれな雰囲気ですね。落ち着く感じですし。ありがとうございます。あと香りもなんかこれアロマ炊いてるんですか。炊いてるわけではないんですけど、はい、いろんなでもいい香りをさせています、それだけで体に良さそうですね。 ありがとうございますこの字のカウンターも素敵ですね。あ、はい、すごくね、皆様とのコミュニケーションが取りやすいように、はい、形にしてます。じゃあもう今日も距離感近めで、はい、よろしくお願いします。店内にはおしゃれでどこか懐かしい小物がたくさんあります。では早速おすすめのメニューを聞いてみましょう。なんか体に優しいメニューがあるって伺ったんですけど。そうですね、基本的には地域の食材を使った、あと薬膳の観点でメニューの方を取り揃えているのがございまして、はい、一番メインはお山のごちそう丸ごと稲部という名前の薬膳スープセットがおすすめです。薬膳スープ体験したことないです。あ、本当ですか。これじゃあお願いしてもいいですか。はい、わかりました、はい。足湯カフェフローティール稲部の看板メニューのお山のごちそう丸ごと稲部は、稲部産のお米峰朝日や高原コーチンを使用した稲部の魅力が楽しめる一品。薬膳師の方が監修した薬膳スープは夏バテ対策にもいいですよ。あ、いい香りありがとうございます。これ薬膳の香りでしょ。はい、薬膳の香りですね。生姜の香りがする。あ、そうですね、生姜がたっぷり入っているのと、はい、高原コーチンという鶏手羽がしっかり旨味が出ております。これ大きい。あ、はい、そちらは夏目でして1日限定5個になっております。5個、はい、どうして5個まで。通常の夏目よりもかなり大きい特大夏目でして、はい、すごく希少価値が高いので、これ何種類ぐらい具材が入ってるんですか。具材としては高原コーチンの鶏手羽元に、はい、稲部産の椎茸含めて、トウモロコシ、トマトと夏バージョンなので、5種類以上入ってますね。たっぷり入ってる。7種類入ってます。あ、そんなに入ってるんですか、はい、じゃあスープからいただきます。いい香り、いただきます。あ、優しい味シンプルな味付けですけど、旨味ものすごい入ってます、はい、これ何の旨味なの。鶏肉。そうですね、主に鶏肉、さっき言った高原コーチンの鶏手羽の旨味と、はい、あと椎茸の旨味がすごい出るので、野菜の旨味がギュッと入ってるんだ、はい、入ってます。じゃあ一番気になってた夏目、はい、いただきます、あれ甘い、これキノミなんですか。そうですね、キノミ、はい、少しプルーンみたい、うん、そうです、そうです、プルーンみたいに近いかな、はい、なんかあと少し淡白な干し柿みたいな、そうですね、はい、イメージしてたのと全然違いました。あ、美味しい。伊藤さんとこれが何の鳥でしたっけ。高原コーチンの鳥とかです。はい、うん、あ、うまー。これもシンプルな味付けもう鳥そのものの旨味が楽しめますね、これ。ありがとうございます。いや、お肉もしっかりしてて美味しいです、さらに高原コーチンの生卵をかけて、だし醤油と醤油麹を混ぜていただく卵かけご飯。まろやかな卵にだし醤油が絡まって優しい味になっています。うまー。
薬膳スープ以外にもごまたっぷりでピリ辛な味が食欲を誘う天タン麺やバターチキンカレーも人気だそうですよ。さらに今の時期人気なのがこちらのかき氷。今回はブルーベリーヨーグルトかき氷をご用意いただきました。さきさん、お味はいかがですか？じゃあソースたっぷりいただきます。うん、うまっ。あれ濃厚ですね、ブルーベリーが。なんかヨーグルトっぽいですかね。練乳が入っているんですけど、はいはい、とヨーグルトとブルーベリーを実際砕いてクラッシュしてその場で作ってます。あ、なるほど、はい、だから新鮮だしミルキーなんですね、はい、あとこの氷の口どけ感が半端なく柔らかいですね、はい、これって何なの？削り方？それとも氷そのものが特別なの？そうですね、氷自体も、うん、山間部の名水を使った氷になっておりますし、はいはい、削りもすごく時代年代ものの、うん、はい、かき氷機で、うん、地元の大工さんにしっかり刃を研いでいただいて、だからものすごく細かく削ることができるからこうなるんだ、ね、はい、地元の方に協力していただいて、はい、やっぱ冷たい氷体の中に入れるんで、うん、体も、ね、熱が取れて、うん、夏には必ず食べてほしいスイーツですね。最高。お腹が満たされた咲さん、そろそろ足湯に入りに行くようですよ。おお、外出ると開放感あるな。気持ちがいいなこれ。じゃあせっかくなんで足湯に、ああ気持ちいい。あ、気持ちいい。靴下脱いで、靴も脱いで、足だけ温まるってのは最高ですね。もう贅沢な時間だな。香りは森の香りとラベンダーの2種類。イナブシルクの保湿成分が溶けているお湯で、お肌もスベスベになっちゃいそうですね。浸かりながら、振り返りましょうか。薬膳スープ飲んで、かき氷食べて、外に出て、あったかい湯に浸かりながらこの最高のロケーションを見るってのは最高にリラックスできますね。よし、今日は閉店までここにいよう。グローティール稲部では今日紹介したカフェメニューの他にお酒も提供しており、足湯に入りながらクラフトビールや日本酒を楽しむこともできるので、ぜひ皆さん遊びに行ってみてくださいね。